こんにちは、ニニ K です。こんにちは、カジュアリー住んでる外国人サポーです。今天我们将在主场迎战广岛三剑サンフレッチェ広島リーグ戦です。今シーズンの前半の最後の一戦です。広島のホームカラーは紫です。紫色といえばイタリアのチームを思い浮かぶ AFC フィオレンティア，这是我小时候经常看意大利足球比赛的时候很喜欢的一支球队，他们也是紫色的主场颜色。相手サンフランチェ広島 J1 のオリジナル10の一つです。 J1 リーグのタイトルは3回取りました。2012年、2013年、2015年、ほぼ10年経ちました。相手の攻撃はすごく強いです。毎試合は2ゴール以上、決めましたね。レソルとしてディフェンダーすごく厳しいと思います。でも大丈夫ですね、頑張ります。刚刚结束的世界杯预选赛，日本就是在广岛的足球场踢的主场。広島サッカースタジアムです。そのスタジアムは新しいのスタジアムです。今年の2月から開業しました。次のアウェー戦、時間があれば私たちは広島の新しいスタジアムに行きたいです。行きたい。こんにちは。こんにちは。今日はどこから来ましたか？今日は埼玉にある家から来ました。ご出身は？出身は広島です。はい、なるほど。柏のスタジアムは初めてですか？いや、2回目です。あ、どうですか？私はすごく近くて臨場感があるので大好きです。ありがとうございます。今日はどこから来ましたか？どこから、東京から来ました。あ、ご出身は？出身は広島県です。あ、そうですか、はい。あと、柏のスタジアムは初めてですか？初めてです、はい。お楽しみください、はい、ありがとうございます。今日はどこから来ましたか？近くに住んでて、茨城県の守谷市、多分10キロぐらいのとこから来ました。あ、そうですか。柏のスタジアムは初めてですか？何度か来たことあります、近いんで。はい、ありがとうございます。今日の試合で注目の選手は誰ですか？やっぱ前点決めた大橋選手ですね。はい、今日の試合で注目の選手は誰ですか？広島の選手でですか？はい、大丈夫ですよ。加藤睦月選手です。はい、今日は加藤睦月選手、広島だったらすごい個人的に今年のユニフォーム今日着てないんですけど、ちょっと連戦で洗濯間に合わないで、はい、でもなんだろう、開幕からずっと点数取れなかったんですけど、やっとここ最近取れるようになって、今カップ戦含めたら4試合連続とかでゴール決めてるんで、はい、期待してます。はい、ありがとうございます。レソルだと、個人的には島村拓也選手。あ、そうですか。今大人気です。そうですね、活躍してるなと思って見させてもらってるんですけど、やっぱ熊本時代から注目されてて、やっぱその前も J2 のチーム、J2 かちょっと J3 か忘れちゃったんですけど、戦力外になってたりして、まあ、そこから這い上がってるところも含めて素晴らしいなって思ってます。ありがとうございます。勝敗予想もお願いします。はい、2対0でサンフレッチェ広島です。はい、勝敗予想もお願いします。サンフレッチェ3対0ぐらいで勝ってほしいですね。はい、ありがとうございます。勝敗予想もお願いします。3-0で勝ちます。ありがとうございます。すいません。こんにちは。こんにちは。あと、いつからレッソルを応援してますか？はい、2010年です。最終節群馬とアウェーでやって、その時に自分でまだ5歳だったかな、でチケット自分のお金で買って、はい、でそのと翌年に、優勝して J1、はい、その時も自分でチケットお金で買って行きました。すごい、はい、ずっと応援してます。はい、今日の試合注目の選手は誰ですか？はい、ユニフォームにもありますジーゴです。ジーゴです。はい、左サイド駆け上がってもらいます。そうですよね、はい、あと間もなく、はい、夏の移籍ウィンドウ、はいはい、移籍してきてほしい選手いますか？僕徳島も好きで、今鹿島で出れてない柿田悠岐選手、フォワードの、はい、多分細谷が夏移籍か冬移籍になると思うんで、まあフォワード1枚取っておきたいなって、柿田悠岐選手。はい、はい、じゃあヒントに基づいて選手の名前言ってくださいね。はい、行きます。はい、シュート、細谷。スピード、サビオ。ドリブル、あ、これもサビオ。タクル、太陽、小賀太陽。はい、クロス、三つ丸。はい、サカー級、サビオ。
はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。勝敗予想もお願いします。サンフレッチェなんで、うん、2-0 でレーソルで。ありがとうございます、はい、こんにちは。こんにちは。今日の支配クルーは何回目ですか？何回目、うん、7回目です。同じですか？7回目です。僕は3回目。はい、1回目。あ、はい、ありがとうございます。好きな選手は誰ですか？武藤です。はい、武藤選手。武藤です。同じですね。勝敗予想もお願いします。10-0。3-0。100-0。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今日の試合は何回目ですか？2回目ですね。あ、はい。注目の選手は誰ですか？レイソルの注目選手。そうです。レイソルの注目選手はやっぱり細谷選手ですね。ありがとうございます。今日の試合勝敗予想もお願いします。今日は1-1です。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。お願いします。いつもすいません。今日もお願いします。お願いします。はい、はい、今日の試合で注目の選手をお願いします。お願いします。はい、どうぞどうぞ。ちょっと電話かかってた。俺じゃないです。俺です。俺です。お前か。すいません。今日の、うん、もう久しぶりに真央の2点目欲しいね。はい。真央の2点目。うん、はい、うん。まあそうだね。リーグ戦まだ入れてない小山津。はい。うん、小山津。この間野田ちゃん頑張ってたんで野田ちゃんをやっぱ応援したいですね。はい。ジュリアさんでしょ。うん、ジュリアさんで。今日も北海道から来ました。今日。そう、今日も北海道から来たよ。いつも毎試合北海道からだよ。あ、うん、そうよ、疲れさまで。かっこいいですよね。地方行く時も北海道からだよ。あ、なんで北海道で住んでる会社です。仕事でね、北海道行っちゃってんだよ俺。家は柏に。そう、家は柏ね。で仕事で、仕事で北海道、うん、でもどっちがホームだか分かんない感じですよね。うん、柏に決まってんだよ。みんなは応援で知り合いしましたか、それとも前から でしたか。ここでレイソルも好き で、うん、ね、やっぱりそれの集まりだから、うん、チームは違うけどね、応援してるね、うん、各チームは違うけどやっぱりレイソルを応援してるっていう、うん、なるほど。こういう交流はいいですよね、うんうん、最後にチームへ応援一言お願いします。今日こそ勝ち試合をお願いします。連戦が続きますけど、いっぱい勝っていっぱい笑顔にさせてください。よろしくお願いします。チームへ応援一言お願いします。あ、自分のチームですよね。そうです。きっと勝てると思います。頑張ります。勝ちます。チームへ応援一言お願いします。はい、今年天皇杯取りましょう。はい、の絶対勝つぞ。ありがとうございます。そろそろ勝ちましょう。勝つしかねえ。連敗止めるぞ。行くぞ。
今日の試合は終了しました。 0-1 で負けました。でも選手たちの皆さんはよく頑張りました。虽然输了，但是球员们的表现都还不错。毕竟我们的对手是非常强的ヒロシマ。カジュアレスルは今勝ち点は22点、変わらず順位の13位にいます。相手ヒロシマは5位にいます。今日の試合でベストプレイヤーは誰ですか？私のベストプレイヤー。そうです。もちろんサビオ・マテウス、今日は11キロ以上走りました。私は関根と思います。そうです、関根、うん、今日のクロスはいいです。そうです関根的、空中的投球真顶、今天表现的也很棒，很多次投球他都能抢到点，还有一个停球也很厉害。虽然今天我们输掉了比赛，我觉得我们的球员已经发挥得很好，并且做出了努力，只要能保持这样的状态，下一场对京都的客场 Kyoto のアウェイ、ぜひ勝ちます。